夜が始まります。公園は来ました。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。52歳ですが、52歳になってもこの記録更新できるようにわざわざガチで走っていきます。2023年12月の29、30日、京都行ってきます。京都の街をね、ぐるっとトレラン、京都グレートラウンド、KGR 出走します。どんな大会なのか簡単にお話しすると、ですね、種目が4つ、200キロの部、100マイル、それから130キロ、80キロ。僕は130キロの部に出走します。でエントリー数200キロが10人、それから、100マイルが50人、130キロが200人で、80キロが150人ということですね。でコースは渚公園、最寄りの駅は大津かな。でそこからスタートして如意ヶ岳、比叡山、嵐山、亀岡、ポンポン山、小山崎、牛尾観音、音羽山で渚公園に帰ってくる。これが130キロの部ですね。累積でね、6000m ちょっと。200キロと100マイルはこの130キロのコースに足されます。で80キロはそのコースの一部、亀岡までになりますね。で制限時間は130キロの部31時間。これは100マイルも一緒なんですよ。100マイル累積8000登って160キロ走って31時間以内に帰ってこいっていうのはかなりきついです。だから50人。去年も100マイルは本当何人だったかな、すごい少ないです。今年何人最後まで来れるかっていうところはちょっと楽しみですね。でエイドは6カ所です。でこれは200キロも100マイルも同じです。これもきついよね。で最大のレースの、ね、特徴はノンマーキングなんで道に印がないんですよ。自分の、時計かな、 GPX データ入れてるものをこうチラチラ見ながら行く、まあ、スマホアプリの地図アプリ見るとか、あとは紙の地図見ていくと、紙の地図ちょっときついと思うけど、まあ、それでルートをたどるって、去年も僕出てますけどかなり道迷いをした記憶があります。今年も時計両腕つけて迷わないように行こうと思ってますけど、それと冬の京都は寒い極寒、特に夜ね。で本当ね、去年は寒さで胃をやられてしまって90キロぐらいで足が止まっちゃったんですよね。でほぼ補給できない状態でもうヘロヘロでゴールしたっていうのを覚えています。今回2回目だから、まあ、対策しっかり施して笑顔でゴールできればなというふうにちょっと考えています。一応目標はね、自分の中では24時間以内と、去年は26時間かかっちゃってるから2時間短縮狙ってます。はい。で今日は前日の12月の28日なんですよ。で、まあこれから京都を出発するんですけど、その前に近所をねちょっと軽く体を動かしてジョグしてます。もう整いました新幹線に乗って現地に入ります。選手の受付、それから装備品チェック、そしてオープニングセレモニーがあるのでそれに参加します。はい、では向かいます。ガチオのランチャンネル。
琵琶湖線2番線か。それでは今日泊まるホテルに移動します。スタートの渚公園になるべく近いところにしました。重い。池袋の大津市民会館に向かってます。お願いします。こんにちは。お願いします。来てます。ゼッケンでしょ。それからこれが手荷物預かりドロップバッグ、3箇所がソックスです。で、あとはパンフレットですね。支部隊100、あ、広島湾岸、これ出ますで、これが荷物預かりの袋、これがドロップバッグの、入れ物です。結構入る。今回、おーい、嬉しいね。知ったらんながたくさん今回ね、会場見てくれた。京都のトレイル、皆さんよく知ってるかと思うんですけど、ただ行ったことないところも本当に尾根を行ってた、その間違えたりとか。200キロスタートしました。そしてガチオさん、はい、はい、ランニングユーチューバーですね。はい、それで30キロとか、これは結構意外、走りすぎちゃうみたいな感じ、まあ、なんか多分僕気を抜けるのが多分早くて、うん、そうですね、僕の場合は80キロを押し切れる点ではあるんで、はい、140キロと違って、もうなんか、なんですかね、潰れるまで頑張れる。もう絶対完走するっていうふうに思うことが大事だと思うんですよね。ちょっとでも弱いとこ見せたら、多分それで終わってしまうので、そういうとこは見せないように。最初は、日がね、出てきそうな、ちょっと明るくなってくる、変わってくるんですよね、不思議なので。だから、ちょっともうダメだって、シーンがあると思うんですけど、諦めないでとにかく歩くと体調は浮き沈みがあるので変わってくる。じゃんけんポン。あー、悲鳴が聞こえます。気持ちのいい悲鳴が聞こえます。もうもう負けた。広島に行きたかった。俺が行きたかった。ありがとうございます。拍手を。これは年末お家に帰って無事に年越しできますよ、ね、最高の年越しとしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。オープニングセレモニーが終わりました。宿に帰ります。ね、7時半夕飯は食う時間どうだろう。食べるとこがないな。なのでコンビニの弁当かな。今6時20分です。6時半からホテルの食事朝食が下で食べられるので、それ食ってもう7時過ぎには会場の方に向かおうと思います。今日のアイテム、キャップはヒアネス、 T シャツノースフェイスのロングスリーブですね。でこの下には、音読みのブレステック PP、 そして、ウエストベルトはインナーファクトです。で、パンツはね RL のハーフタイツ、そしてニューハレの V テープ、 I テープ巻いてます。ゲイター、これは C3 ですね。寒さ対策ってこともある。ソックス、RL のタイプ MS がっちりと、この下にはニハレの X テープ
巻いてます。で時計は、スントのレースと、もう片方はガーミンのフェニックス 7X プロです。そしてザックサロモンの15リッター、ソフトフラスコインナーファクト500入っています。手袋 RL のメリノグローブライト、ネックウォーマー、これはオイオニですね、オイオニの、メリノウールの、あと化学繊維のコンボゼッケンベルト、これはインナーファクトかな。こんな感じで今日は行きます。で装備品はね、走り終わった後に、まあ、実際どうだったかってことを含めて、あとザックの中に入っているものとか、あとデオパックにも80キロ地点で交換するものを入れているので、使い勝手含めてね、別動画でご紹介しようというふうに思います。今日は天気がいいらしいです。明日もいい、走れれば良いと思います。11月の下旬ぐらいに天気だって気温だって言ってたから、ちょっとちょっとしたまあそれでも結構寒いけどね、今10度は下回ってるかな、7度8度、そんな感じ。大津港、今7時30分、明日のちょうどこの時間に帰ってきてればいいな。24時間以内という目標であればちょうど今頃なんだよね。ビクトリーロードですねこれお帰りって、この絵を明日の朝撮りたい。何があるか分かんないからな、100キロ超えると。もう今回はね、寒さ対策は万全にしてるので大丈夫だと思うんだけど、まあ分かんないね。はい、この辺りまで。はい、目の前は一番の町のスタートスタートしております。盛り上げてくれてありがとうございます。やんまー、はいとー、はいとー。すみません、頑張っ、頑張ってきますね。頑張ってきてください。ゴールで待ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあすみません、よろしくお願いしますね。楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう。琵琶湖が見える。いい声、とっても走りやすい。よし、大見さん、今年の振り返りは、はい、今年の振り返りは、うん、あんまり調子良くなかったんで。そんなことないでしょ。いやいや、結果が全然ダメだったんで、来年はちょっとなんかレース多くして、なんかレースのポイント練習みたいにしようかなと思います。少ないレースも結構出ようかなと思います。あ、本当ですか。はい、コートの市街地、銀閣寺に火を振られてたら この道をまっすぐ行こう、銀閣寺。観光客が多いな。京都トレイルに入ってます。道が綺麗、整備されている。いいな。今年はちゃんとタイムチャートを作ってきたよ。
キーガネードがもうちょっとなんでね、3時間15分なんで、まあオンタイム。ちょっと一周。じゃあ、皆さん、あ、ダッシュさん早い。いや。どうも見えてすぐはないですけど。ね。わきつい。180ミリリットルの水筒を持ってきていて、その中にジョイを溶かして、あのお湯にね、これがなかなかいいんですよ。794よいしょ、気をつけないといけないです。テクニカルでした。お願いします。5時間上がった標高が4000m で、距離が30km。 はい、どうもー。おっぱい、いいタイミングで行ってらっしゃい。東海自然歩道、行こうかな。そこから行きません？うん、なんか あ、そうそう、これだ。いや、よかったよ、こんだけ人数いると。助かった。わー、分かる。こういう時はね、いろんな人の気づきが、あれ道違うよとか言って、あ、本当だ、 あそこに道があったみたいな。出ました、ロードに。さあ、また山に入ります。これは東海自然歩道、6時間距離が40km、積み重ねた累積標高が2300m です。よし、なんとなく3分の1ぐらい来たかな。落ち葉がすげえな。ね、よいしょ、三個橋。どこにでもいるなと思ったでしょ。力になりますよ。いや、もうありがとうございます。本当に皆さんから勇気もらってますか。いただきます。いきます。どうも、いきます。早いなぁ。え、いやー違うなー。頑張ってねー。餅食べながら頑張って、カジオさん。カンちゃんは来年のレースは何出るの？来年は初めのヤリカンがあります。あ、ヤリカン、ヤリカン何月？5月か。うん、4です。あともうちょっとだ。このクライムプロが役に立つ。ガーミンで高田を見て、でスントでナビゲーションですね。
もう少しで日が落ちちゃうよ。8時間50分で積み重ねた累積が、3200で、距離が今53キロぐらいです。はい、高尾通過、嵐山に向かってます。暗くなってきたんでヘッテンを装着しました。なんか少し冷えてきたよ。体が冷えないようにしないとね。川沿いを走ってます。長い夜が始まります。これはね、東海自然歩道です。夜景が良かってます。いい感じ。これを降りれば、嵐山ですね。渡月橋。あ、どうぞ。お座り自由です。はい、頑張ってください。じゃあ、はい、あ、足します、足します。ちょっと強そうですね。え？いい顔してる。ちょっと疲れてきちゃった。あのね、染みますね。おみやりさん、うまい。どうなんだろう。亀岡エイドに向かってます。言ってもまだあと2時間、3時間ぐらいかかるかな。もう少し行くとね、ソフトトレイルが終わるんだよね。ここを行くっす。水木山130。こっちか。おお、亀岡から見えてきたね。はあ、はい、お願いします。はい、じゃあもう寒すぎる。お疲れ様です。ああ寒いね。寒いね。大きいやつ。はい、どうも。次はポンポン山です。そう、オーバー手袋山旅。これめちゃくちゃあったけ。夜は冷える、寒い。今ね、めちゃくちゃ眠い。ラリホにかかってます。眠い。ポンポン山着きました。どうぞ行ってください。ありがとうございます。はい、長かった。ここまで19時間48分、距離が111キロ
積み重ねた累積標高が5500ですね。お疲れ様、ヨタガエイトです。あ、ガチョさんだ、こんにちは。はい、こんにちは。今年は元気だ。去年死んでましたよ、ここで。今日もあんまりね。あ、そうなんだ。水だけ入れてもらっていいですか。全部水でいいですか。お湯じゃなくていい。麦茶はある。麦茶ありますよ。お湯もありますよ。あ、じゃあ麦茶とお湯の割りで、はい、麦茶のお湯割りね。はい、はい、あ、始まりました。淀川の河川敷20キロ。寒い。まだね、呼吸が取れなくなってましたよ。水、まあ、サイだね、サイしか飲めない。あ、今麦茶のあのお湯割りを作ってもらったから、それぐらいかな。あの、あとは体脂肪で走る。京都一周トレイルに戻りました。夜明けは7時ぐらいなんだよね。この季節はまだまだ暗い。そこにある電波塔まで坂が結構きついんだよ、これ。京都が走ってきたところがここにあるね。ブナが立っているから分かるかな。あそこに月もあります。白鷺か。やっと復活した。え、あたたかいし、あたたかいし、ロードでリズムができました。できた。あたたかいスーパーに、あの、もうこのまま行きます。行きます。呼吸も大丈夫です。大丈夫。はい、行きます。あと、コースタイムで2時間なんで、まあ、なんとかなるでしょう。上り、あと600ぐらいかな。はい。最後、音羽山が結構しんどいんですよね。上りが始まります。よし。2キロで、380。今回使ったのはね、このフラスコにジェルを入れてお湯で割るっていう方法。これなかなかいいですよ。冬はジェルって感じがしないから、お湯で割ると苦手な人もね、これなら入ると思います。おすすめ。この辺はきつ。高塚山485。あ、太陽が昇っちゃってますね。本当はこの太陽は渚公園で見るはずでした。24時間15分で、距離が138キロで、累積標高が5800ですね。はい、クロモン、はあ、お、ちゃんと鬼がパンツを履いているよ。1.5キロで220アップ。着いた。
音羽山。ふう。ああ。琵琶湖に。レース会場に戻ります。昨日トレイルに入ったところ、入り口ですね。入ってきましたよ。なんだか長いような短いようなそんな感じ。帰ってきてよ。太陽は随分と上がっちゃったけど、ガチオさんでございます。我らがガチオさん、拍手が送られます。今のぞくのれんみたいにガチオさんフィニッシュ。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しませていただきました。いや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 、毎年の体力測定、体力測定去年と変わらずと、はい、いや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 、ね、こういやいやだんだんこう体力が落ちていくから、はい、変わらないってことは上がってるんじゃないですか。はい、ありがとうございます。26時間16分ですか。ありました。お、これもいいっすね。走ってきました。僕の時計で計測したら距離が143キロで、積み重ねた累積標高が6700メーターぐらいですね。そんだけロストしたってことです。好評だと135キロの、6180だからね。時間が26時間16分ということで、これはね去年とあまり変わんないですね。成長してねえじゃねえかって厳密に言うと若干高線高があったんで30分ぐらい今回飛び出る形になるんですよね。それを差し引いたとしても10分ぐらい短縮したぐらいですね。いや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 、本当は24時間なんて考えてたんだけど厳しかったです。冬のロングトレイルは難しい。スイマーもあったし、一応タオルもあったし、去年走ってるんでその分経験値は増えてたから、いろんなテストはできたんでそれは良かったと思います。来年も2024年もいろいろとね長いロングレースを出ていこうと出走しようというふうに思っているので、今回の経験を生かしたいというふうに思います。はい、今回は以上です。なんだろう、毎年の自分の素力確認ということで走らせてもらうのはすごく僕にとってもプラスになりますし、きっとね冬のトロントレールっていうのをどんな感じなのかって見ていただいて少しでも参考になれば嬉しいです。はい、ランニング系の情報をいつも配信してます。レースレポート、グッズ紹介、旅ランの様子なんかを織り交ぜて配信していきます。走る気持ちのスイッチオン、モチベーションアップを目指していきますので、ぜひともねチャンネル登録もよろしくお願いします。そしていつもお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。疲れた。今ね表彰式やってるんでちょっとそれを撮影しようと思います。あー、お腹すいた。なんだろうね、レースが終わると食べられるようになるって不思議だけど、さあ何を食べるか、食べられるか。ちなみにコーラはちょっと無理だと思います。はい、ではですね、今のお気持ちは
レース中はすごいエイドとかも充実しててすごいスタッフさんの方も温かくてゴールまで気持ち切らさずにたどり着けたのでありがとうございます。3、2、1どうぞ。想像を超えて満足していただけたんじゃないかなというふうに感じております。参加者の皆様、あとはボランティアで支えてくださった皆様に本当に心から感謝したいと思っております。どうもありがとうございます。今フィニッシュ、仲良く力合わせて、はい、やりきった、はい。2023年京都グレートラウンド、まだ走ってる選手いますからね。まだ200キロのグレートトリップはまだ一人しか帰ってきてないって言ってたけど、まあ本当に制限時間意識しながら今走ってると思うんで、ぜひ頑張ってほしいと思います。はい、で僕にとってもこの京都グレートラウンドは2023年の締めになりました。完走できてよかったよ。途中で気持ちが折れそうだった時はありましたけど、とりあえずはねゴールしてなんぼですから、まあよく走ったかな今年は。それを24年にねしっかりと今年にして、まだまだガスで頑張っていこうというふうに思ってます。はい、いや2024年もガチョウはガチでいきます。よろしくお願いします。